イヤイヤ期は赤ちゃんのチャレンジ。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。電車が大好き2歳のあさひくん、近頃あった保育園の発表会では歌やダンスを頑張りました。今回ママとパパからこんな相談が。何でも嫌とごねることがよくあります。何でもやりたいようにやらせておいてよいのでしょうか。お答えするのは心理学博士の山本由紀子先生です。2月出版の子育てコーディネートは忙しいママたち必見の子育て応援コミックです。いわゆる2歳くらいの時期に見られるイヤイヤ期ですね。このイヤイヤ期、実は自立性、つまりセルフコントロールを身につけるチャレンジの始まりだと言われています。親に何でもしてもらう赤ちゃんとして過ごしてきた子どもが成長するために大人に逆らい、自分の意思を押し通す、この時期があることで赤ちゃんから自分でチャレンジできる子どもに成長ができるんですよ。成長のために必要なんですね。イヤイヤ期はいつまで続くんですか？個人差はありますが、ずっと続くものではないので安心してください。2歳前後は自分のやりたいことを押し通してみるという経験をしています。それができれば4歳くらいまでにはだんだんと大人の望むことをしていい子になりたいという気持ちも湧いてきます。そうやって6歳頃までには自分のやりたいことと大人が望むことのバランスが取れるようになります。いやいやの時期は親も本当に大変ですよね。必ず終わりは来ますので、それまでは安全な範囲で見守ってあげてくださいね。嫌って言われたら困っちゃいますけど、成長のためならママもパパも頑張るしかないね。ね。ねえ、あさひ。パパも頑張るよ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。